こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の秋の定番アイテムカーディガン、最強はユニクロと無印良品どっち、というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあそろそろ皆さんもですね、秋服が欲しくなるタイミングかなと思うんですね。まあ僕もですね、この時期になると夏によく着ていた T シャツの上にさらりとカーディガンを着ながら秋の着こなしを少しずつ取り入れるようになるんですが、まあ皆さんもですね、この季節にカーディガン探してるかなと思うんですね。このアイテムもいろんなブランドで取り扱いがありまして、まあユニクロですとか GU、 グローバルワーク、無印良品など価格帯を抑えたものもあれば、セレクトショップのオリジナルから専門ブランドですね、様々な選択肢がありますが、なるべく気軽に取り入れやすい価格帯といえば、やっぱりですね、二大巨頭ユニクロと無印良品、ここは外すことができないかなと思うんですね。そこで今回は両ブランドのですね、カーディガン実際に買ってみました。まあこちらにですね、それぞれありますが、ユニクロと無印良品、結構似た雰囲気のカーディガンがありましたので、こちらをですね、実際に購入して着ながらですね、より大人の男性に合うのはどっちなのかというところをですね、徹底的に比較検証をしていきたいなと思っていますので、まあよかったらですね、参考にしていただければなと思っています。まあ、僕の動画の中ではもうユニクロは定番で、まあ何度も何度も語ってきたようなブランドなんですが、まあここ最近ですね、急激に僕の動画の中でも紹介する機会が増えたのが無印良品なんですね。もともとこの2つのブランドは価格帯もそこまで大きく変わらないですし、ベーシックで使いやすいお洋服というところでは結構ですね、軸足も似ているので、まあ比較検討される方が多かったと思うんですね。ただユニクロはアパレル専門なので、より作り込まれた雰囲気もありますし、素材感もいいし、トレンド感も上手に取り込んでいるので、まあすごくおすすめしやすいブランドなんですね。一方で無印良品は結構ベーシックで、サイズ感も含めてあんまり攻めてないものが多かったので、この2つを比べると圧倒的にユニクロをですね、押すことが多かったんですが、ここ最近ですね、じわりじわりと無印良品のですね、トレンド感というところが上がってきていて、かなりですね、アイテムによって拮抗した勝負をですね、繰り広げているわけなんですね。ですので今回のカーディガンはどっちに軍配が上がるのか、まあなかなか楽しみなところなんですが、僕自身のですね、独断と偏見にまみれたユニクロ対無印のですね、勝負の行方もですね、皆さんぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、実際にそれぞれのですね、カーディガン着てみたいなと思ってるんですが、まず先方はユニクロですね。こちら着てみましたが、いかがでしょうか。まずは商品情報からおさらいしたいなと思うんですが、こちらはスウェットカーディガン長袖という商品で、価格は3,990円。この価格はですね、ユニクロも無印良品も全く同じです。で、僕が選んだサイズは M サイズになります。身長164センチ、53キロで M サイズということで、ユニクロは結構サイズ感はですね、ベーシック、定番的なんですけども、そこにほんのりトレンド感をミックスするようなちょいルサイズを採用してるんですけども、こちらもですね、まあゆとりはあるんだけども、そんなにですね大きすぎないようなバランスになっていまして、僕ぐらいの体型であればまず M を選んでおいて間違いがないかなと思うんですが、個人的な好みで言うとですね、もうちょいゆとりがあった方がトレンド感も含めてバランスがいいかなと思うんですね。まあちなみに内側に着てる T シャツなんですが、ちょっと緩めのサイジングということもありまして、横とか後ろを見るとですね、 T シャツの裾の方が長くなってしまうんですね。まあ丈の長さとかのバランスで言っても、もうちょい大きくても個人的には好きかなという感じなので、まあトレンド感がより出したい方はもうワンサイズ上げてもいいんじゃないのかなと思っています。まあデザイン的にはかなりベーシックで使いやすい雰囲気なんですが、特徴としましてはこの襟の V ゾーンですね、結構マニアックなとこなんですけども、ここの角度が割とですね、丸みのあるような雰囲気になっているんですね。まあ全体的に肩もですね、落ちているし、シルエットも含めてちょっとこう丸くカジュアルな可愛らしさがあるような、そんなカーディガンになってるんですね。まあカーディガンという綺麗めのアイテムなんですけども、スウェットの雰囲気をですね、うまく取り込みながらカジュアル感を出しているというところが特徴的なのかなと思います。個人的にはこの V ゾーンの狭さだとか、ちょっと丸みのあるような雰囲気とかは好きですね。このカジュアル感は非常にバランスがいいなと思ってまして、あとはですね、スウェットの生地感ですね、これもですね、割と肉厚でしっかりめなんですね。もっとカジュアルに見えるかなと思い
いつつ、割とですね、目も細かくて、スウェットなんだけども、一定の上品さというところも漂うので、このあたりもバランスいいなと非常に感じました。着た感じの軽さなんですが、割と肉厚なので、これ両者を比較してみるとわかるんですが、ユニクロの方がやや重たい感じがします。その分生地がしっかりとしてるので、もうアウター感覚で着れるかなと思うんですね。というのも、このカーディガンはですね、サイドにポケットがついてるんですね。このポケットがあることで、カーディガンなんだけども、アウター感覚で着れるというところが、まあ、より強調されるのかなと思います。あとはもうデザイン的な特徴はそんなに多くはなくて、非常に使いやすいような、ベーシックなアイテムになってるかなと思います。まあ、ユニクロのカーディガンの中ではちょっと特殊で、ニット素材ではなくてスウェットということで、サイズ感もゆったりだし、よりトレンドライクなアイテムになってるんですが、比較的大人の男性にも取り入れやすいような、ベーシックさというところもちゃんと押さえてあるので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。ちなみにカラー展開なんですが5色になってまして、オフホワイト、そしてブラック、ピンク、ベージュ、ダークグリーンということで、まあ、個人的にはですね、この中でリアルに使いやすいのはやっぱりブラックかなと思ってます。ピンクはちょっと可愛らしいし、ベージュも実物を見ましたが悪くはないけども、ちょっと甘い感じになるかなというところで今回は見送りました。オフホワイトなんかもトレンド感あっていいんですが、これもやや難しいというところと、まあダークグリーンとちょっと迷ったんですが、よりベーシックで使いやすいっていうところだと、ブラック一択かなということでこちらを選びました。ダークグリーンは中級者向けのアイテムかなとは思うんですが、まあぜひですね、ブラックのこちらのカーディガンは皆さんにもお勧めできるような良品かなと思うので、ぜひ無印と検討しながらどちらかをゲットしてみるのはいいのかなと思います。続いて無印商品に着替えてみたいと思います。はい、続いてですね、無印良品のカーディガンの方を着てみましたが、いかがでしょうか。まあ、先ほどのユニクロのカーディガンは M サイズでちょっとコンパクトめだったので、無印良品の方はあえてワンサイズ上げて L サイズを選んでみました。比較なので M 同士が良かったかなと思ったんですが、ついつい好みでこちらのサイズを選んでしまったわけなんですが、まあ、サイズ感はですね、両者を比較すると着丈はですね、結構無印良品の方が同じ M サイズでも長めに取られています。一方で身幅に関してはユニクロの方が少しゆとりを持たせてるんですね。だけども肩幅は無印の方が大きいということで、まあ、結構ですね、部分部分でサイズ感が変わってくるんですが、ちょっと縦長感が無印の方があって、ユニクロの方が丸みのあるようなシルエットになってるというところが、サイズの特徴としては大きな違いになってくるかなと思っています。でこちらも価格は3990円で、僕が選んだのはこちらネイビーというカラーになっています。まあ色についてはまた後ほどしっかりと解説をするんですが、まずはですね、デザイン性ですね。先ほど一番最初に触れたのが襟周りの雰囲気だったんですが、割とユニクロのものに関しましては、割とこのあたりですね、ちょうど下にストンと落ちるあたりが丸みのある雰囲気だったかなと思うんですが、無印良品は割と直線的でシャープな雰囲気に仕上がっています。なのでカジュアル感を出したいのであればユニクロの方がいいかなと思いますし、無印良品の方が大人っぽくて上品な雰囲気が出しやすいかなと思っています。 V ゾーンもですね、ユニクロに比べるとやや深めで縦長感が出しやすいのと、あとはですね、こちらもポケットがついてるのは共通しているので、大きな違いはないかなと思うんですが、やっぱりあった方が断然アウター感覚で着やすいかなと思うので、これはすごくありがたいディティールかなと思っています。で素材感なんですが、同じスウェットを使ったカーディガンというところは共通点としてあるんですけども、両者で結構雰囲気変わってくるかなと思います。無印良品の方がスウェットというよりはちょっとこうニットライクな雰囲気に仕上げてありまして、細めのリバミになってるんですね。この質感は結構な違いだと思っていまして、やっぱり上品に見せたいのであればニットライクに見える無印良品の方が圧倒的にいいかなと思いますし、もうちょっとラフな雰囲気出したいんだよなっていう時にはやっぱりユニクロの方がいいかなと思うので、同じようなアイテムなんですがだいぶ雰囲気は変わってくるかなと思います。で重量感なんですが、ユニクロの方がちょっと重めですね。肉厚でしっかりとした厚みがあるのがユニクロのカーディガンなんですが、無印の方が少しですね、薄手になってさらりと羽織れるような、そんな厚みになってるかなと思います。そこもちょっとした違いだとは思うんですが、まあそこまで体感的にものすごく違いがあるという感じではないかなと思っています。そして大切なのがカラー展開なんですね。無印良品は6色ありまして、僕が今着てるのはですね、こちらネイビーになるんですね。まあ実際ですね、昨日店舗でこちら購入したわけなんですが、ウェブを見た段階では僕はですね、ダークグレーだとかダークグリーンがいいかなと思っていたんですね。一方でネイビーはノーマークだったんですね。というのも僕自身はネイビーというカラーが大好きで、今までずっと
っとですね、定番色として着てきたんですが、ここ最近はちょっとこうネイビーの熱がちょっと冷めていまして、それよりはグレー系を着ることが多かったんですね。なので今回もダークグレーを買おうと思って行ったんですが、意外と実物を見るとダークグレーもめちゃくちゃ良かったんですけども、このネイビーの色味がすごい良かったんですね。ネイビーって感じしますかね？結構曖昧な色味で、ネイビーといえばネイビーなんだけども、ちょっとグレー味がかかっていたりだとか、ダークグリーンにも見えなくないというような、すごく曖昧な色合いなんですね。これは圧倒的に僕はネイビーがいいなと思いまして、今回はこちらを購入しました。それ以外にもダークグレーも良かったし、ブラックももちろん鉄板で良かったし、あとは差し色的なダークグリーンなんかも良かったなと思うんですね。まあベージュだとかダークブラウンに関しては、まあちょっと秋冬っぽさが出てくるんですが、ユニクロと同様、ここはちょっとですね、中級者向けの色合いかなとは思いました。カラー展開が豊富なんですが、その中でも結構欲しいなと思う色が多かったのは、ユニクロよりも圧倒的に無印だったかなという感覚です。まあこのあたりも含めて検討してもらうのがいいかなと思うんですが、結構パッと見は似たような2つなんですが、よくよく比べてみると、かなり違いがあるので、なかなか面白いなと思いました。まあこれを踏まえた上で最後まとめて、どちらが大人の男性におすすめなのかをですね、総括をしていきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の秋の定番アイテムであるカーディガンですね、こちらですね、ユニクロと無印良品それぞれ実際に購入をしまして、どっちが大人の男性により似合うかというところをですね、検証してきたわけなんですが、まあ結論ですね、どっちもいいんですよ。まずベースとしてこのようなカーディガンというのは、以前はですね、結構薄手で体のラインをですね、拾いやすいものが多かったんですが、中肉厚でアウター感覚で羽織れる。しかもですね、サイズ感はどちらもゆったりめになっているので、割と大人の男性にも似合いやすいような秋に適したトップスだということは、まず間違いがないかなと思っています。その上で、曖昧なのはよくありません。しっかりとですね、こちらのチャンネルの中で、僕自身の独断と偏見でですね、皆さんにお勧めしたいカーディガンをあえて選ぶとしたらですね、今回は、こちら。無印良品のカーディガンですね。こちらをですね、当チャンネルの中でのおすすめカーディガンにしていきたいなと思っています。これなぜかというと、決め手はですね、素材感と色ですね。ここが大きな決め手になったかなと思います。ユニクロのカーディガンもすごくいいんですよ。丸みがあって少しカジュアル感があるようなカーディガンなんだけども、そこまでカジュアルに見えすぎないような上品さもあるというところは最高だなと思いました。僕もこのカーディガン好きです。個人的にはこの丸みがある方が割とデザイン的には好みかなと思うんですが、やっぱり大人の男性には一定の小綺麗さだとか、上品さみたいなところが漂った方が僕は使いやすいかなと思っているので、無印良品のこちらのカーディガンに関してはスウェットなんだけども細いリバー編みのおかげで結構ニットライクに見えるというところがまあ最大のポイントかなと思います。そしてカラー展開ですね。ユニクロは結構ブラック一択になってくるかなと思うんですが、無印良品はこのネイビーの色の曖昧さだとか上品さ、ここにですね、圧倒的な優位性があったかなと思います。ネイビーなのかダークグリーンなのか、ちょっとグレーがかってるのか、なんとも言えない色合いがすごく良かったので、もう今回は無印良品のこのカーディガンのネイビーですね、この色にですね限定して、もう最高に仕上がりが良かったかなと思うので、こちらのチャンネルでは皆さんにお勧めしたいなと思っています。とは言ってもここはお好みだと思います。どっちもいいので、まあぜひ皆さん店頭に行ってそれぞれ試着をしてみてください。僕は結構ブラックのカーディガンもすごく好きで、ホワイトのパンツと合わせてみたいだとか、ユニクロ U のパラシュートカーゴパンツのオリーブですね、あれと合わせた時にめちゃくちゃかっこよかったんですよ。今後もですね、コーディネートの中にガンガン使っていきたいなと思っています。まあそれぞれ良さがあるので、ぜひ皆さんもですね、まあどっちが好きなのか含めてコメント欄で教えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドの情報に関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信をやっていまして、皆さんの質問に直接お答えするような形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、
オンラインサロンもやっています。こちらの方では動画じゃなくてですね、文章と写真ベースで、なるべくですね、1、2分で読めるような分量で、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を行っています。僕も毎日ですね、記事投稿してますし、僕以外のスタイリストだとか、専門家の方も記事を書いてくれています。また、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになっています。こちらの方も気になる方はですね、動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。